どうもこんにちは、おっさんゲームズです。マリオカート8デラックスグランプリ 200cc やっていきたいと思います。ミーはいつものミーでいきます。でいつもの走りやすいマシーンで、今日はゼルダカップ行ってみたいと思います。ゼルダカップワリオ鉱山です。すいません、まあまあ不得意なコースです。けど頑張る。目指せ3位以内、行くぜ。結構複雑ですよね、実は。簡単そうに見えて。頑張る。よしよし、なんとか今1位になってるぞ。けどこう、安心してたらいいことないから。油断してたら、安心じゃない。油断してたら、足元すくわれるから、固く固く進んでいきます。一周目は1位。一周目いい感じにいけるか。よしよしよし、今のところは2周目は無駄にない。よしよしよし、あーもうこれはどうしようもない。くそ、誰だ青コーラなんか考えついたやつは。それがちょっとイラってきますけど、まあいい。うわーやっちゃった。いやだ、嘘だ。何かに当たったぞ俺今。なんだ、誰に当たったんだ。そんなに俺を1位にさせたくないのか。もうやだ。よし、こういう時青コーラありがたいね、助かるわ。うおっと、なんとかしないと、なんとかしたい、なんとかしたいぞ、なんとかしたいぞこれ。うーわ、やだ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 、もう何これ。どうしようどうしようどうしよう、落ち着け、まだもうちょっとある。なんとかなるはず。ならないかもしれないな。くそ、なんとかするんだ、なんとかする、なんとかする、なんとかする、なんとかしてる、なんとかして。3位か。もう3位以内に入ればいいと思ってたので、まあいいかなと。ゼルダカップレインボーロードです。はい、ゼルダカップで最も不得意なコースとなっております。さあ行こう。ここでいい順位取れたらもう総合でもね、いい感じの順位になれることはもう分かってるんですよ。これも抜け根性。このジャンプ台がいらないんだけどね。本当のジャンプ台いらねえ。よし来た、 OKオッケー。くっ、このジャンプ台がいらないんですよ。ほんといら、いらねえ、あれあれうまく使える人すごいと思います。オッケー、オッケーオッケーオッケー。さあ集中してます、集中して。ごめんなさい、結構無駄になってます。あーダメだった、ジャンプ台を気にするあまり。ゲッソーはやめて、ほんとゲッソーやめて、マジゲッソーやめて、このコースでゲッソーやめて、マジやめて。見えないから。よし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 、やった、1位、ありがとうございます。頑張ったか、やった。やべえ、初めて1位取った。ゼルダカップツルツルツイスターです。結構得意なコースなんですよここ。とか言って悪い順位取ったらごめんなさい。成功、取る、1位を取る、1位というかいい順位取る。
すいません、いきなり逃げてごめんなさい。いきなり逃げ腰のおっさんです。よっしゃっと、最高。よいしょ、ジャンプアクションで、あーな、だからなんで俺を、なぜに俺を選ぶんだろう、みんな。やっちゃった、なんとかした。よし、俺は頑張る。ごめんなさい、集中してるんで結構無言が続くと思います。 OK。あ、やっちゃった。あ、これはだいぶやっちゃった。なんとか。よし。だからなんで。オッケー。オッケー、なんとか1位取りたい。このコースは本当1位取りたい。他のコースよりも。ふんだんに1位を取りたい。ふんだんどういう意味か分かんないですけど、いい例えが、表現が見当たらない。しかしここは得意なコースで、よっしゃ、最終コーナー待って、あー、なんでそこでこうなるの、ちょっとひどくないっすか。2位以下、いや1位目指したんですけどね。クソ、ベビービーチやられた。ゼルダカップハイラルサーキットです。ここで決まる。前のベビービーチに勝つ、俺は勝つ。クソ、あー、やば、当たりそうだった。うわ、つきつ、なんでそんなに、しょうがない。うわ、だからもうやめよう、そういうの。なんかすごいゲッソに狙われるんですよね、僕。だけれども諦めない、最後の最後まで諦めたら終わるか。うわ、なんか当たった、なんか当たったよ、今すげえひどかったよ。なんか当たれ、よし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 と思った瞬間に、思ったのをつかのは、くっ、このファイナルアップで決まると思った瞬間に、これか、ちょっとひどくないですか。なるほど、ファインか。さあ行くぜ、やってやるよ、この、よし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 、よっしゃ、来た、頼む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 、嘘、何これ、あ、ここと無理なの、無理なの、ちょっと待って待って待って、ベビービーチー、あー、あ、ウェンディだった。さあどうなる、総合順位は。同率1位か、まあしょうがない。はい、というわけで、まあ同率ではありますけれども、見事1位になることができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。